健康です。今日はね、まだね、あの開店前なんだけど、ちょっと気になることがあったから、なんかちょっとお話するんだけど、健康思うんだけどね、日本のお受験って奥掃でしょ <laughs> 健康やんでも、女が全なこと言って。おくそでしょでね、あの、健康時々思うんだけど、なんか受験っていうね、おくそなもおくそなものでね、傷ついてる子供たちがもう日本中にたくさんいるって健康感じるのよ。ほんとひどいわね。なんか、あの、おばかなおかな塾、お塾の先生方が、なんか偏差値がどうのこうのとお前の偏差値だとこの学校だとか言ってね、それで、まあ受かればまだいいけど、受からなかったりするじゃないそれで、なんか第一志望のとこ行けなくて、第二志望のとこ行ったりとか、 それで傷ついてるお子,お子様がね日本にたくさんいらっしゃる本当ほんとやーねこの国って本当にもう健康本当最低だと思うのよそういう大人ってもうだからねあのそういうねお子様たちに健康言いたいんだけどあちょっとまだねじゃあお酒飲めないからじゃあちょっと健康は今ねとっておきのジ,ンジャーエール健康が作ったのはこのジ,ンジャーエール飲んで本当にもうねそういうお子さんに「ちょっと飲んで、うん、大丈夫よこんなねお受験なんて本当におバカな人たちが考えてるんだからあんなの。 でね、おバカな大人たちがお受験で、 なんかどっか受かったとかううお、どうでもいいこと、健康に言わせた。もうどうでもいいことをね、威張ってるおバカなが大人がいるでしょそういう大人が今でも、なんかテレビとか YouTube で威張ってるでしょもう最低ね、あの人たち。だから、あの、もう、お受験とか、お偏差値とか、そういうの、何の意味もないってことをね。もう、わ、当たり前のそ世界みたいなそんなこと言ってるとこどこもないのよ面白い。日本しかないのよ、お受験、お偏差値っていうのは。だそのお偏差値で商売してる。まあ、その人たちは、 またおじさんとかね、そういう方たちもお仕事をして、まあ、生活があると思うのよ、あると思うんだけど、それで子供たちの、ね、おこ心を傷つけてるのは最低最悪じゃないよ、そんなの、本当にもうね、もうよくそんな商売やってるなと思うんだけど、ね、本当、なんかこの国、大丈夫かしらと思うのよ、健康だって。 いね、駅前に行ったらそういうお,お受験する予備校とか塾の建物ばっかりでしょあ大丈夫かし思って他にやることいっぱいじゃあねどの駅の前に行っても例えば子ども食堂があるなとかどこの駅前でも子ども食堂あるなとかそういう国だったらいい国だと思わないあるいはどこのね駅前行っても例えばえええ音楽やったり映画やったりそれぞれの自己表現っていうのそういうのをやってるええー、教室とかね場所がある国 ちょっといい国だなと思うんだけど、どこへ来るに行っても、あの、もう、おくだらない、お受験で、お幻殺とかで、なんか、ああ、これだって子供たちぎゅうぎゅう締め付けてね、で、あの、それで、お受験で受かった子はなんか勘違いしちゃって、ほんとおバカなのに、おバカなのに、地盤が低いんだよとか、俺は幻殺が高か,かったんだとかなっちゃうし、それから、 落ちた子は傷ついて、俺はダメなんだって。いや、先生はろくな、ろくなことになんないわ。我々ね。そういうのね。だから、そういうおバカな、日本の本当も最低最悪な大人たちに傷つけられてる子供さんたち、ここに来てね。うん。健康の、この脳科学スナック健康は、そんなおバカな価値は1ミリたりとも言えないから、大丈夫よ。ここに遊びに来て。ね。健康からのお願い。